鎌倉高校前駅は神奈川県鎌倉市越越越一丁目にある江ノ島電鉄の駅。駅番号は安08。海を見渡せる景色の良い場所にある。1997年には関東の駅100選に選ばれた。短式ホーム一面一線を有する。無人駅であるが、朝は通学対策のため派遣された駅員が改札をしている。 藤沢方とか枕方に出入り口があり、それぞれパスモカン改札機が設置されている。塩外防止のため自動券売機にはガラス戸が設置され、パスモカン改札機にもビニールのカバーがかけられている。毎年11月頃からバレンタインまでホーム全体をイルミネーションで飾るイベントが行われている。 2019年度の1日平均乗降人員は4378人であり、江ノ電全15駅中6位。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は下記の通り。漫画の舞台となるなど観光スポットとなっている駅、近くの踏切駅南側には七里ヶ浜が広がり、晴れた日には富士山や房総半島、伊豆大島が見える。駅周辺は、 テレビドラマや CM の撮影に頻繁に使われる。東京から日帰りで簡単に行き来できることもあり、プロ用撮影がしやすく、前に海が広がる小さな駅として数多くの映像作品に登場した。当駅の風景は日本では数々の映像によって駅名よりも広く知られており、人々がイメージしやすい湘南の特徴的な光景である。駅北側は 斜面となっており、直近には共同墓地や医療施設などがあり、少し離れた斜面の上には駅名にもなった鎌倉高校や完成な住宅街となっている。また、医療施設を除けば周辺に店舗はほとんどない。当駅前を走るバス路線は2019年にすべて廃止となった。江ノ電、鎌倉高校前一号踏切道。ありがとうございます。